キン繰りに強い神社大公開です。それは大宮神社、奈良県桜井市です。大宮神社の神様のご神徳は格別で、金運財運トラブル解決などの功徳が授かります。その理由は主祭神大物主の神、この大物主の神は蛇の神様なのです。もし金銭問題で逼迫したら三方工事にお願いするといいでしょう。しかしそれでも状況が改善しなかったらどうすればいいのか。金銭問題の最後の切り札は大宮神社。大宮神社に参拝すると金銭面の改善を約束してくれます。例えば会社を経営していて資金繰りが悪化、経営危機に陥ったとしましょう。大宮神社に参拝すると資金繰りの悪化の原因が分かったり、解決策が見えたりします。そして経営を続けていく上でのですね、判断力、忍耐力など必要な力を授けてくれます。また金銭状況が改善するための交渉力が出てきたり、売れるアイデアがひらめいたりします。やむを得ない場合としてリストラに踏み切るとき、会社存続のための非常な決断もできます。大宮神社に参拝すると主祭神の大物主の神である蛇神の働きで、このようなことができるようになるのです。蛇の霊的な意味は欲望、欲情、欲念、要は欲が霊的には蛇になります。大宮神社に行くと欲をコントロールできます。それはつまり欲をコントロールできるということです。金銭欲、性欲、名誉欲、出世欲、これらの欲をコントロールできます。だから大宮神社に行くと金銭問題が解決したり、人間関係の揉め事が解決したり、欲で起きる問題がことごとく解決に向かうのです。人は欲で動きますが、その欲をコントロールする大物主の神、それが大物主の神の働きなのです。何か問題が起きたり、トラブル、揉め事があった時は大宮神社に行くのがいいですが、何かが起きる前に普段から行くのがよりいいことは言うまでもありません。そしてですね、大宮神社の功徳として、疫病に強い、疫病を解決してくれるという、そういう素晴らしい功徳もあります。ぜひとも大宮神社に行きましょう。大宮神社で絶対開運。